ロンセスバーリエス、またはロンセスバージェスは、スペインナバーラ州のムニシピオ。バスク語では、オレアが、フランス語ではロンスボー。ピレネー山脈の標高を900メートル地点を流れる、ウロビ川岸に位置する。スペインフランス国境までの距離は、最短距離で約4キロメートル、道路に沿って約21キロメートルである。ナバーラ州北東部のメリンダデ・サングエサに属し、 メリンダでサングエサ北部のコマルカでアウニャメンディに属する。州都パンプローナまでの距離は 47km。2014年の人口は33人。778年、ロンセス・バーリエスの戦いにおいて、山岳バスク人と戦ったカール大帝が敗北を喫し、キシローランが戦死した地としてロンセス・バーリエスは知られている。ロンセス・バーリエスにある小さなコレヒアータデ・サンタ。 マリア教会には、ローランにちなんだ興味深い遺物が含まれている。戦いは、ロンセスバージェス峠へつながるバルカルロスの谷で起きたと、されている。この道は、ロンセスバーリエスから、北のサンジャンピエド・ポルへとつながる、主要道として行き来されてきた。また、教会には、ナバラオ・サンチョ・ナラセイの墓と、彼が1212年にナバスデトロサの戦いで、持ち帰った。 戦利品も展示され、ムワヒド町の黒人奴隷をつないでいた鎖を山頂七世が破ったと伝えられ、その一部が教会に保管された。墓に横たわる像の長さは7フィート4インチあり、山頂七世の等身大の大きさだとされている。中世以後、コレヒアータ教会は、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路を行くカトリック、巡礼者の好む宿場となり、 フランス側からピレネーを越えてきて、初めに宿泊する地となった。毎年数千人の巡礼者が、ロンセスバーリエスからサンティアゴでコンポステーラへ向かう。ありがとうございます。